クリス・ユーバンクは、イギリスの元プロボクサー。元 WBO 世界ミドル級王者。元 WBO 世界スーパーミドル級王者。息子のクリス・ユーバンク・ジュニアは元、WBA 世界ミドル級暫定王者。イングランド・ロンドン出身。ロンドンで生まれて、すぐに、家族で、ジャマイカへ、移住、6歳まで過ごし、イギリスへ戻る。 中学校を18回定学処分を受けた後に退学になる。1981年16歳の時にアメリカ合衆国へ渡りニューヨーク市サウスブロンクス地区で母親と暮らすようになる。この頃にボクシングを始める。1985年10月3日アトランティックシティのサンズカジのホテルでティム・ブラウンとデビュー戦を行い3から0の 判定勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。1990年11月18日、WBO 世界ミドル級王者のナイジェルベンに9回 TKO 勝利で、世界王座初獲得。1991年6月22日、マイケル・ワトソンと対戦、12回2から0の判定勝利で3度目の防衛に成功する。 しかしワトソンが勝っていたという声が多く判定は、物議を醸し、3ヶ月後に階級をスーパーミドル級に上げて再戦が組まれる。1991年9月21日、空位の WBO 世界スーパーミドル級王座決定戦をマイケル・ワトソンとダイレクトリマッチで対戦。序盤から試合を支配され、10回終了の時点で大きくポイント差をつけられる。 そしてそれまでに蓄積したダメージで11回にはついに崩れ落ちるようにダウンをしてしまう。しかし気力を振り絞って立ち上がった U バンクは試合再開直後に騎士回正の強烈な右アッパーでダウンを奪い返す。ワトソンは倒れた時に後頭部をロープに強打するもなんとか立ち上がりラウンド終了のゴングに救われる形となる。12回足元がふらつきラウンド開始時のグローブタッチが できないほどダメージの残るワトソンにラッシュをかけたところで、レフェリーが試合をストップ、12回 TKO 勝利で王座を獲得し、2階級制覇を達成した。試合後すぐに、マイケル・ワトソンはコーナーで意識不明に陥る。しかし主催者の不備で救急車も医者も準備されておらず、医者が到着するまでの8分間ワトソンはリングにただ横たわっていた。28分後に、 ようやく病院に運ばれて手当てを受けることができたが、その後ワトソンは40日間帰得状態が続き、脳内出血で凝固した血を取り除く手術を6度に渡り受けた。ワトソンは奇跡的に意識が回復するが、読み書きさえできない、寝たきりの障害者となってしまったことで、英国ボクシング管理委員会を損害賠償請求で訴えた。裁判所は意識不明になって、すぐに、 ワトソンに酸素吸入などの応急手当を行っていれば、障害が残る可能性が低かったことを認め、準備を怠った英国ボクシング管理委員会に賠償金を支払うよう判決を下した。1992年、車運転中に路肩で仕事をしていた土木作業員を引き殺したとして逮捕される。1993年10月9日、 WBC 世界スーパーミドル級王者のナイジェル・ベント王座統一戦を行い、1から1の引き分けで8度目の防衛に成功した。1995年3月18日、スティーブ・コリンズと対戦し、0から3の判定巻きを喫し15度目の防衛に失敗、王座から陥落した。1九9五年九月九日、WBO 世界スーパーミドル級王者の スティーブ・コリンズと再戦で対戦するが、1から2の判定で敗れた。試合後に1度目の引退を発表する。1997年10月11日、空位の WBO 世界スーパーミドル級決定戦で、ジョー・カルザゲと対戦し、12回0から3の判定で、敗れた。1998年4月18日、復帰戦で階級を上げ、 WBO 世界クルーザー級王者のカール・トンプソンに挑戦するが、0から3の判定で敗れ、2連敗となった。1998年7月18日、ダイレクトリマッチでカール・トンプソンに再び挑戦するが、9回終了時にドクター・ストップがかかり試合を棄権して敗北、3連敗となり、現役を引退した。2005年、所有者の許可なく、 車両を運転したとして逮捕される。2007年2月、イラク派兵に反対してトラックで抗議活動を行い、公務執行妨害などで逮捕され罰金を支払う。2009年11月、130万ポンドの負債を抱えて破産を宣告される。ありがとうございます。